宇宙船のクルードラゴンは日本時間の今朝フロリダ州のケネディ宇宙センターからアメリカ人飛行士2人を乗せて最終のテスト飛行に臨む予定でしたが打ち上げのおよそ20分前に悪天候で延期になりました NASA= アメリカ航空宇宙局によりますと機体に問題はなく ISS 国際宇宙ステーションに向けて日本時間の31日早朝に打ち上げられる予定ですアメリカからの有人宇宙船の打ち上げは9年ぶりで民間の新型機が有人飛行で ISS を目指すのは初めてです